どうもこんにちは、ナムです。今日もランクも100以内目指してやっていこうと思います。今日使っていくパーティーはですね、前シーズン32位の方のパーティーを使ってやっていこうと思います。はい、こちらのパーティーをねまず選んだ理由としましては、シンプルに俺が使ったことない、そしてだけど当たったらめんどくさかったあのケンタロスと、あとあまり使ってこなかったヘイラシャ、そしてウルガモス、この3体がいるのでね、ちょっと練習も兼ねて使ってやっていこうと思います。はい、でケンタロスはね多分当たった人は思ったと思うんですけど、結構だるいんですね。今シーズンというかレゲージで強い炎タイプが少ないんで、意外と炎タイプ甘く見てたら来たりとかすればマジだるいんですよね。で、あと、このラッシャーがですね、何より面白くて、珍しい A 特化なんですよ。A 特化で、まさかのアタッカーラッシャーみたいな。まあ、一応クッション枠だけど、結構火力が出るよ、みたいな感じで、マジでこれも面白いし、シンプルにガモスって基本的にやること一緒だけど、それどうなのかなって、そんな強いのかなって思いつつも、実際にガモスに負けたことも何回もあったんで、まあ、実際に自分が使ってみてガモスの弱点、ここ弱い、ここ強いとかみたいなところに、ね、見ていけたらいいかなと思って裏で使っていました。そしたらですね、めちゃくちゃ勝ちました。めちゃくちゃではないかけど、勝ってね、またランキングが上がって、今現在530位です。はい。500位まで上がってきました。まあ、とりあえずね、今日も勉強型やりながら勝っていきたいと思います。さあ。いや、てか、シルクのスカーフガチグマもそんなに使ったことないんですよね。けどね、やっぱり元々のね、火力がでかい分、倍率が 1.2 倍とはいえ、結構の火力出るのでかいですね。さあ、1試合目ですね。モンブリアンさん、対戦の方お願いいたします。さあ、これはですね、基本的な選出としましては、初手海流のラッシャと、あとはガチグマか、V ジャスらしいんですけど、ガブディアスとかはラッシャで見れるけど、この海流がですね、ブリジアス、サーフゴを、ガチグマ、あと誰だっけ、あと、一応、海流に強いらしいんで、これ、初手投げて、あ、今日待って。キラフノルやられるのだるいか？キラフノルだるいなぁ。いやけど、このパーティーがですね、対面構築らしいんで、あまり交代しなくていいらしいんですよ。で、俺が今までね、使ってきて、うわ、これめっちゃ使いやすいじゃんって喋った構築が、ほぼ全部対面構築だったんですよね。だから多分シンプルに俺が対面構築、相性がいいっていうか、俺の戦い方に合ってんのかなと思ってね、今シーズンね、対面構築組んでみようかなって思うんですけど、いや、どうなんだろうね、って思ってます。あ、ポッポさん、お疲れ様です。テイトさん、こんばんは。今回もね、レンタルパーティーです。前シーズン32位の方のレンタルパーティー使っております。あれ？今風船出てた？あれ？出てないっけ？今、全然見てなかった。あ、ひまじいさん、じいじい、ありがとうございます。さあ、これとりあえず地震から入るか。地震から入って、パワージェム、あ、アタッカーか。さあ、どうだ、地震、ハスキ臭いな。で、まあ、これ、新速でよくて、新速、まあ、ブリジャス来たらめんどくさいけど、まあ、幸せでいいか。新速。あー、いや、ブリ来るかな。ブリ来そうだな。あ、ポケモンの強い人さん、こんばんは。こんばんは。さあ、いやけどね、このパーティーもね、結構使いやすいんですよね、マジで。お？あー、お盆か。お盆じゃねえや、食べ残しか。あ、てか、聞きたいことあったんですけど、まあ、調べろって話なんですけどね、構築記事をね、ここ最近ずーっといろんなの読んでて、普通にスルーしてたんですけど、スタンパって何ですか？スタン系のパーティーってどういうパーティーの話なんですか？それがちょっとわからなくて、スタンダードスタンダードスタンダード
スタンダードって何ですか、普通に、こういう、物理アタッカー、特殊アタッカー、物理特殊、あと、物理受け、特殊受けみたいな話ですか。あ、使用率、あ、上位みたいな、そういうことだ、あ、ありがとうございます。あ、そういうことか。今で言えば、海流、ブリジュアス、サーフ号、アシレーヌ、マスカーニャみたいな話か。そこら辺のガチグマとかが入ったような、まあ、ほぼ6体ぐらい、6体、5体ぐらいが、メジャーなポケモン楽しか。あ、そういうことね。なんだ。パーティーの種類は？そのスタンパと、対面構築、サイクル、あと外役、今で言えばあとママンぐらいとかか。が、主流っていうかほとんどなのか。あ、ケンプロヒマジンさん、GG2 つもありがとうございます。さあ、地震飛行手厚切ってくるかな。そう、焼きってきたかな。まあ、これはこれで相手の海流が食べ残しか。ランクマの終盤によく見る。あ、そうなんだ。あとはまあ、ブリブリエさんいねえだろ。絶対そんないねえよ。あ、違う、ケタクいなかったか。土下山、耐えないかなぁ。あ、耐えねえか。あ、ハートミーもありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。スタン、対面、あ、バトン、受けループ、攻めサイクル、受けサイクル、ギミック。ギミックって何ですか？ギミックは、ま、イレギュラーのやつって話ですか。今日天候ともそんなにないですよね、今。そう、どうしよっかなぁ。どう、あ、イエスさんとか、ああいうなんか、ちょっと特殊的な特性とかを持って使ってくやつか。これどうだ。とりあえず、どうしよっかな。鬼火から入ればいいか。鬼火。待ってよ、違うよ、それはダメだってお前。いやー、待ってー、待って。おー、でけー。おー、まあ、ジャイユス、ほぼ一緒やから。やろうとしたこと一緒やから、それならいい、じゃない。いやけど、まあ、よく言えばこの一発目も半減だったと思えばね、どうかとは思いますけど、とりあえず日差し。トリップとか使うのはどれにかいいけど、どうなんでしょうね。いやー、まあ、けどそこは変か。いやー、まあ、いや、対面構築ね、使っててマジ使いやすいんですよね。で、しかも対面構築でちゃんと上位帯入ってる人もいるので、そう考えれば対面構築だから勝てないとかはないんだろうなーって思えば、めちゃくちゃ使いたいですよね。さあ、どうだ？これ、相手が剣舞やっても、次の炎の前で倒せるか。シングルはヌルゲー。あ、そうなんですね。え、シングルじゃあ結果残してるんですか。あ、テイトさんバラありがとうございます。トリックは対面というより、展開。あー、展開なんだ。あ、まあそっか、トリックして有利対面取って、あとはなんか、裏のやつとか、そのトリックしたやつでうまいことやってみた話か。か、さあ、どうだ、相手殴ってくるかな。ああ、挑発か。え、これさあ、けど一回帰れないとやっぱめんどくさいのか。壁、展開構築は壁とかトリックかの積み、あー、そういうのを展開っていうのか。さあ、とりあえずこの前打つか。いや、相手の海流がこれどうしてくるかだな。相手の海流が食べ残しなんですよ。だから何かが分かんないんだよな、この時点で。飛行手玉じゃないんだもんな、もうこれで。まあ、まだ居座ってもいいか。
なんかアンコールありそうな気もするんだよな。ないかな。ノマテアカヒコってことは相手もテラスタを切るってことは、まあ飛行手だっても仕方なく切ったパターンか。いやにしてもだよな。けど SK ショとかじゃないよな。違うかな。まあ最悪見てからラッシャー変えればいいか。さあどうだ、何来る、うず、あ、え、待って、そっち系なの、え、これか勝てんじゃない、何これ、これずっと炎の前打てれば勝てんじゃね、え、けどアンコールありそう、あ、確かに確かに確かに残飯だからね、スケーションないもんな、あ、確かに電磁波やだな、え、電磁波あんのかな、6枚ってるやつだから電磁波なくていいな、ありそうだけど、さあどうだ、さあまあとりあえず素直にいけば勝てそうだね。まあけどこっち一回鬼火外してんで多分相手の電磁波も一回かわせるんですよ。でこれが炎舞でちゃんと炎舞で上がってけばでかいんだよな。普通に上がってアンコール、いやー上がん、最近の渦アンコールは電磁波切ってる、あ、マジで、あ、ってことは、ってことはなんだ、アンコール、渦、アンコール、渦何、竜舞、派手休めあんのか、今日攻撃技なんだ、渦だけかな、渦だけ、いやーまあさっき渦だけのやつも当たったからな、派手休め、いや待って、特攻上がんねえんだけど、本当に 50% かよ、これ。本当に 50% かよ。地震化に、流星群、地震化流星群なんだ。あ、そう、空豆さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。さあ、待ってどこかで、回復したいけど、どこかで回復したいけど、できない。いや、てか、上がってほしいんだけど、さっさと。いやー、素直に行けば勝ってか、もうちょっと上がっていいよな。これぶっちゃけ上がるかどうかでさ、ある程度上がってくれば一回さ、朝の日差しやアンコールされても問題ないよね。さあ、どうだ、あれ、あれ、さっきシングルぬげ、ぬげって言ってた人いなくなったな。最近使いたい子を育成するのにハマってて、ダブルのランクマに潜入できていない。まあ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 。いや、2段階か、2段階か、待って。まだ殴るしかないもんな。いやー、もうちょっと上がっていいよな。さあどうだ、さあ、いやこれさ、けど上がっちゃえばさ負けないよね。相手のドロゲさんも別に問題ないし、あんのかよ、あんのかよ、マジで言ってるこいつ、やなんだけど、いやー、いやー、うぜえ、しかも外せよ、こっちも2密件外してんだから、お前これ素早さ負けてるもんな。まあ一応日差しかやってみるけど、どうせ負けてんだよな。さあどうだ、あ、カヘイニエさんハートミありがとうございます。さあ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 どうだ、アンコールだよね、そうだよね。いや、てか上がれよ、お前、いい加減、もういいだろ、上がって。
なんでだよ、さっきから俺 50% 引いてないのにお前なんでそこに 25% 引けんだよ。よっしゃ、いやーもうこれしかねえもんなー。いやー、くっそー。いやー待ってけどさ、え、これどう勝ててたよね、勝てる試合だったよね。全然もうちょっと上がってれば結局相手負けれなかったし、なんとかいけたんじゃないこれ。う、来て早々グロ映像を見ること。お前人の試合グロいとか言うな、お前グロいとか言うな。これでもこっち頑張ってんだよ。グロいとか言うの初めて言われたわ、試合グロいって。バシャーも好きになったか、色違い、あ、色違い厳選してたんですか。正直アチャモから進化させたくなかった。あれ、アチャモの色違いは何でしたっけ。アチャモの内側やけど、薄いオレンジとかか。おい、吐き気とか言うな、おい、青み、吐き気とか言うな、やめろ。違えんだよ。違えんだよ、これ。だって、いや、寝ぼけてんか、こいつ。なだれ。あ、てか、案外これ、毒くなってた方がよかった説あるよな。案外これ、毒くなってた方がデンジャーハより良かったんじゃね。いや、きつい。クイズが絶妙にきつすぎる。さあ、どうだ。いやー、けどきついんだよな、これ。なだれ。え、けどさ、これさ、とっととさ、この回に飛ばさないと負けなんで、相手の羽休めのタイミングで地場で当てるぐらいしか無理じゃない、これもう。それぐらいしないと無理だよね、これ多分。さあ、どうだ、引いてきそうだな。引いてくるんだったら、ウェブタとか自信打ってやばかった。あー、羽休めか。あ、サムちゃんマウスさん、お疲れ様です。そうだよね、その通りだよね。え、じゃあ次さ、これさ、もうさ、いや、そうだな。もう間違いねえわ。いやー、けど、え、今地割れかな、これ地割れかな。まあ、それぐらいしないと無理だから、もう諦めるか。いやー、殴ってきそうな気もする。え、けど殴ってきたら相手がさ、これさ、次羽で浮かんなくなっちゃうからさ。さすがにかな。羽してほしいな。さあ、どうだ、アンコール、アンコール。え、これ無理かな。てか給食か、当ててくれていいと思うんだよね俺。いやー無理だな。いや待って、いやこれはだってどうなん。いやー、てかドドゲさんとこう最初当ててればあれか、鬼火外してなかったら一発目食らうのもうちょっと楽だったか。そしたらなんかいよいよいろいろ問題あったな。これはやめよう。いやー、いやけど今日うずあんこめっちゃ当たってるんですよね。海流と海流のうずあんこ流行ってきたんかな。いやけどにしてもだよな今の。いや今の勝てたよな絶対。だってもうちょっと余裕あれば1回でも詰めばあったもんな。ドドゲさんとかで1回詰めたもんな本来であれば。確かに確かにね、この前で上がってたら勝ってたし、てかその前に、ドドゲザンのとこで鬼火を一回外してなければ、一発目のドドゲザンが半分だったから余裕持って一回超前から入れたんですよ。ってなればだよな。いやー、まあしゃあないとするか。このパーティーはね、レンタルパーなんで間違いなく強いんで。全然いいんですけど、いやー、さっきの勝てたな。さあ、ビオラさん対戦の方、お願いいたします。電磁波今打つ相手、
ねえ、いや、てか、案外ガモスで毒踏んでた方が良かったもんな。さあ、フラライドとガチ使う。あ、今日ガチグマよくは関係ないか。え、すいません、ガチグマいればフラライドに絶対勝てますか？あ、今日はね、裏でね、このパーティー使って、何試合やったかな？ 8 試合やって、7勝1敗でした。いや、このパーティーバカ強かったんですよね。これもう、てか、使いやすいから多分勝てんだと思う。すげえ使いやすい、これも。え、ガチガマ言えば勝てるよね、これ。フワライド。で、昨日の学習点とすれば、アーマーガーを舐め腐らないと。ってことは、絶対は、まあ、絶対はない、今日。あー、ガーン。あー、じゃあこっちもこれやろうぜ。こっちもこれやろうぜ。積んじゃおうぜ、もう。そんなやつ。あ、違う、初手ガチグマか。初手ガチグマ、積んで。らっしゃ？違うかな？さあ、フワライドのバトンか。心眼奪われてノーマル技と地面技しかない。あ、終わりっすね。え、そんなことあんの？え、スキスはあんの？これ。え、フワライドがスキスはしてくるっていうのは全然普通の話なんですか？フワライドのことわからなすぎてあれなんですけど、小さくなるとかしか知らないんだけど。あ、マスカから来るか。マスカから来るか。あ、けどこれ耐えそうだな。殴るか。お、トリック。相手そんなスカーフ欲しかったもん。さあ、どうしよっかな。ね、小さくなお使いがクマの対策。マジ？え、小さくなるってラッシャー関係あります？ラッシャーの天然でいける？能力変化だよね、小さくなるって。それはまた話、別の話かな。あ、シグさんこんばんは。ラッシャーでいけるよね、無理？天然でいける？あー、了解です。じゃあもうラッシャーに任せよう。さあ、え、これで負けることある？これもスキスワか？これもスキスワが大変なのかな。ああ、身代わりね、やっとけ。で、これ一回ガチグマ引いてハイパーボイス打って打ってずっと打ちまくってやっぱなんとかなのか。きついかな。え、スキスワあんのかな。あ、小さくなる。フワライド。あ、今日スキスワが 29% か。キモいな。瞑想。あー、やっぱあるか。ある技。瞑想やばいっすかこれ。どっちにしろかなと思って今瞑想から入ったんですけど。あー、そっかこいつスカーフ持ってんのか。そっか確かに。さあ、どうしようかな。ラッシャ。ラッシャの。これもうガモスでさ、もう攻撃当てるしかなくない？
結局ダッシュダッシュももう一回スキスはされるんでしょ、これもうってなればじゃない。で、あとはこれ相手さ回避率しか上げないでしょ。でなれば多分裏にいんのが、まあ、海流だったら嫌だけど、それ以外だったら、ぶっちゃけこっちの蝶の舞で何とかなると思ってるんですよ。蝶の舞で何とかなると思っていて。で、そうすれば、海流抜かした物理アタッカーが、アーマーガーか、誰だっけ。あいつの名前忘れた。ジャラランガ。だと思うんですよ。ってなれば、ジャラランガは多分メイン技は特殊だと思うし、あってもドネパン。で、アーマーガーは別にこっちが後出しじゃんけんでも、命中いければなんとかなると。え、これってもう一回戻る、これってもう一回戻せばガチグマの特性戻ってるんですか。ガチグマの特性戻ってるんですかこれ。そう。あ、ガーネ。あ、戻ってるんだ。あ、そうなんだ。で、これで、あとはもうテラスタルしないメリットは、相手のメイン技がボディペイだったとき。メイン技がボディプレイだったらあれだけど、飛行技あった時めんどくせえんだよな。飛行技後出しじゃんけんでいいか。飛行技後出しじゃんけんでいいや。まず一回ね。ちなみにこれって今俺命中。あ、突き上がるか。ちなみにこれ命中今何パーですか。俺の炎の舞は 30% とか。そんな高くないか。もっと低い。33%。ああ、じゃあ、余裕です。当てれます。はい。今日運いいんで。まあまあ、これね、俺 60% 消費したんで、次の 30% 当たるんですよ。確定で。もう確定演出です。もう、ユニコーンでしょ。さあ、じわで2連で当てんだけ。だけじゃねえんだよな、それは。それはだけっていうやつはもう化け物なんだよな。さあ。今日これさ、ぶっちゃけさ、皮剥がしてさ、鬼火決めれば勝ちじゃね。待ってよ、もういいよ、一回ぐらい当たってよ、違うって。いやー、可能性もクソもねえよ。いや待って、だるくね、これだるくね。あ、いや、おもんない、それが一番おもんない。あの、攻撃するときに限ってもそれが一番おもんないなー。やば、これどうやって勝てって言うんだよ。いやー、まずいよ。いやー、まずいな。しかもああいう時に限ってさ、爪引くのキモいよな。これ割れないかな。ねぶたの方が良かったか。殴ってくると思っても雪だだにしちゃったんだけど、反動嫌だなと思って。さすがに割れないか。あー、割れないか、ミスったな。あ、確かに。側外してからの方が良かったか。そうだね。そうだね。結局の。うわ、ミスったなー。さあ、いや、殴ってくるよなー。てか、ウェブタ一発落ちないのか。落ちないってか、割れないのか。ん？今割れたか。ウェブタ180。なだれ。
山辺豚か、どう考えても。なんで、いやまあまあ意味ないけどさ。あ、おや、あの、その以前の問題でした。あ、そうですね。彼も身代わりを持っていました。いや、あの、気に食わないのがさ、こういう害悪来た時に限って運悪くなるのどうかと思うんだよね。さすがに。そう、いや、付け上がるがあとどれくらい入るかだな。マジで、てかこうなるんだったら、こいつから入ってもよかったもんだったね。いやー、うせぇ。だってこれさ、付け上がるの火力はさ、付け上がるの火力はあれっすよね。え、上がった状態じゃない？え、違うかな？上がった状態だよね。あれはだって、多分そうだと思ってたけど。え、これはだって能力変化とはまたちょっと別の観点じゃないのかな？あ、今日勝てないか。さすがにどうやっても勝てないか。自分いや多分だって耐えないっしょこれ。お！お！いけお前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 、よくないよね、今30パー引いても。俺、今絶対で30パー引いてよかったと思うよ。なんでよ。おい、いや、いいじゃん、今の引いても。待って。じゃあさ、炎前1回ぐらい当たってよかったよな、これ。どうも、しかも、炎前のタイミング、じゃあ、ね、相手が突き上がるタイミングの先生の爪。やばいよな、これ。いいなこれ上取ってねえよな絶対上取ってないよな取ってるわけねえもんな回避率も込み回避率あいやだ回避率が関係ないからあ上取ってるか回避率が関係ないからなんだっけじわではじわではっていうか天然だからいやー無理なのかよいやーこれで無理なら無理だよお前もういやー待っていやこれ倒せないのはまあ分かったわここは分かったわやばくないってかその配信初めて2連戦でさわけわかんないってか希少やつさ2連戦やめてほしいんだけど天然じゃなくても一撃技は何をしても、あ、そうなんだ。あ、変わんないんだ。へぇー。じゃあ能力上げるはできないと思ったけど、下げるもできないんだ。命中、下げるは。あ、そうなんだね。いや、待って、なんで不安な、こういう時に限ってさ、不安ライトくんのマジやめてほしいよね。いやー。あ、心の目はいけるんだ。広角レンズは無理っす。確か。俺も一回なんかやろうとしてる気がする。あ、巨剣も必中。あ、そう。巨剣も必中なんだ。無読みやった後、じゃああいつ無理じゃん。いや、待って。しかも、いや、うぜえな。さあ、あ、秋代さん。あ、今度マシだ。いや、けど、こうやって、運負けしてる時に限って、なんか調子崩して負けるんだよ。ここちゃんと締めなきゃダメだわ。さあ、秋代さん対戦の方、お願いします。さあ、これはですね。ガブ。ガブは、ラッシャーで見る。ブリは、
ブリは、ブリは海竜かクマさんかブリ。ケンタロス。海竜、ラッシャー、ブリ、これで、あー、これでいきます。いやー、けど、いやー、まず当ててほしいな。あ、ドリルさんフォローありがとうございます、助かります。さあ、最近、ん、最近朝夜で寒いね。寒いですね。やばいっすね。そう、その冬になればね、冬大変なんすよ。冬がいっちゃ大変。いやー、冬な、灯油代バカかかるんだよな。さあ、どうしよっかな。これ、素直に引くか。素直に引くか、さすがに。いや、素直に引くか。引くか。いや、なんか違うような気がして仕方ないんだよな。なんか、あ、けど、いや、ここでテラススピナーしても、どうせここでステロ来てもあれか、結局マズスケ発電だったら一緒か。さあ、どうだ。お、テラスター来た。何テラスかな。鋼か炎かフェアリーか、そこら辺か。どうせ、さあ、どうだ。あ、水、水か、水、水、あ、水か。え、どうだろう。さあ、じゃあ捨てろかな。あ、研磨いい、研磨いい、え、これ地割れ打っちゃダメかな。さすがに危ないか。地震、黙って地震でいいか。さすがに地震でいいか。無理してこいつは倒さなくていいもんね。最悪新速でいけると思ったら。あ、引っ込めた。さあ、足でーぬ。地震。殴り合っちゃダメかな。さすがにまずいか。相手だってここ無法だもんな。けど、ラッシャーいないとガブめんどくさくなるから。あ、まあ一応エレビあるからなんとかなりそうな気がするけど。ってなれば、結構ラッシャーと投げしても、ラッシャーね、怪獣後投げしても何しますかって話か。それはそれで。いや、けど、いいか、それでいいや。これで、削るだけ削って、もし殴り負けても、別に別に、裏のブリで突破すればいい。ムーンホー、どれくらい入るかな？60。乱数でギリ耐えるかどうかか、自信。さあ、あ、どうだ？なんか HP に吹っ飛ばそうな気がするんだよな。いやー、頼む、耐えて。いや、無理か。で、ブリ出して、ブリ出して、ブリ出して、どうしよっかな。出すか。
さあどうだ。水テラスは全然ありやと思うんですよ。ガブリアスの水テラスはありやと思うけど、さあ誰来るかな。今日さもうラッシャーいる時点でさ、相手さ、え、ここもしガブ来てもさ、こっちラッシャー投げていいとダメかな。だってこれテラスターをしないとさすがに自信危ないような気がするんですよ。ってなれば、え、今日待てよ。相手のラストがブリやったとき、ラッシャー危ないか。今ぶっちゃけガブリアスのことはどっちでも見れるから、裏のために必要な方を残したいんですよ。ってなれば、テラスターを切らなくても勝てる可能性があるラッシャーの方が楽なんじゃないか。さあどうだ、頼む。あ、自信で OK で、うん、いや意外と入ったね。でここでひっこめと誰来る。あー、ブリてめえ何ぶりだお前。あー、これ殴りかけんじゃねえ。自信こいつだんだん。お前もハムかよ。お前もハムか。え、耐えないかな。ギリ耐えないかな。え、耐えねえのかよお前。まずいな。マジか、こいつ。うわー、だってこれ入選軍打たなきゃ落ちないよな。え、これ流星悪なほどで落ちるわけないもんな、さすがに。え、ちょっと計算するか。さすがに無理だよな。ダメージ計算無理の悪波。いや無理だな。悪波のひねみの方がいいかな。いや、すいません、流星群打ちます。今なんか 20% 引ける未来が見えなかったっす。で、これで小手だ切ってなんか頑張ってみたいなことしたい。小手だエレビ。いや、エレビで、いや、落ちないとは思う。落ちないとは思う。落ちしたら、いや、これが電気テースだったらワンチャンあったけど、まあ、そんなのは自信がないだから。さあ、何来る？自信、どれくらい入るかな？お？待って、あるぞ、これはあるぞ。さあ、頼む、どれくらい入るか。これによって、マジ、決まる。お前最高かよ。お前、やるやつだな、お前。お前主人公だよもう。お前やば。いやー、でけー。
やべえ、月末運なくなりそうでやだ。いやいや、待って、ちょ、今のは、さっきまでの運悪いの引き、なんか戻したとかやっぱそんなもんか。さあ、あ、シグさん、ソラマメさん、テイトさん、バラと GG ありがとうございます。テイトさん、バラ5つもありがとうございます。さあ、あ、そう、時給欲でした。いやー、でけえ。でけえ。ブリ。ね、次ね、いや、急所当たんなくても多分悪破か流星群で行けたと思うんで、ぶっちゃけ悪破圏内に行ってるであろうであればよかったんですけど、それ以前でしたね。さあ、ああ、頑丈かと思ってた。あ、そうですね。見せてなかったですもんね、今日のやつ。それぐらいか。あとはまあ変なやついないか。さあ、いや、でかかった。さあ、葵さん対戦の方、お願いいたします。さあ、これは、ブラッキーって今何してくんの？毒毒かな？あくびかな？イカ様？願い事とか。ってなれば、どうだ、誰から入る？とりあえず、ケンタから入るか。ケンタから入って、ケンタ、ブラッキーで、ガモス詰めないかな？詰めそうだよね。あくびとかで後ろに流されないってなれば。で、ケンタで逃げたいやつがそんないない。ブリ、いや違うかな、ブリじゃねえや、ガチグマは。いやー、どうかなー、どうかなー。いやー、いろんなポケモンくれば分かってんだよな。普通に上位体のやつ来てほしい。そっちの方がやりやすい。さあ、パーモット、麻痺痛くねえなぁ。麻痺痛くねえなぁ。これガチグマ出したらさすがにまずいかなぁ。麻痺痛くねえんだよなぁ。今日インファ。インファが今威嚇込みで半分入んないと思うの、だよなぁ。どうかなぁ。引いてみます。まあ実験も兼ねてね、どうなるか分かんないんで。いや、そう、電気技の方が来そうな気がするんで一回引きたいんですよね。オッケー、よーし、つまみだ。さあ、ちょっと心の声が出てしまいました。ですね、これはとても嬉しいようございますね。とりあえずですね、インフラに合わせてガマスバック、うわー、かっこいいな、それ。俺やりてえ、それ。確かに、確かに。やっちゃう、それ。うわー。いや、これは、マジで、そうだって思っちゃった。仮にこれ失敗しても、てか失敗しないと思う。間違いないだろ。で、ここで、30% を引きます。炎の体が発動です。頼む。頼むよ。俺いつも引くから。ハーモニカ、さすがにそれは欲張りっすか。いや、ま、これさ、居座っていいよね。とりあえず、超前でいいもんね。超前。スリスリ、回復。あ、今日違うか。あ、鬼火か、これ。あ、今日鬼火から入ったら上と入ってるか、結局か。超前。確かに、焼けだよ。俺、俺、焼けだ。俺30%引けないから諦めるしかないのか。さあ。
え、多分助けだと思うんですよ、さすがに。さすがにバーモントは助けだと思うんで。って考えたら、鬼火やっとくか。あ、え、待って、上取ってる。え、上取っ、あ、今、あれか、超前したか。やけど、スリスリ。で、これで、多分、余裕ぶっこいてまだ詰めるんで、とりあえず一回積んで、元のスライスに戻すか。電光衝撃危ないから、いや、大丈夫だろ。待って、何それ、俺今初めて見たよ。待って、おい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 、どこで習うんだよアンコールなんて。お前なんでだよ、お前。待って、俺普通のやつと戦いたい。なんでこんなのしかいないんだよ。やだよ、待ってよ、なんでだよ。いやー、ダディさあ、ケンちゃん、いやー、しかも電光衝撃ねえのかよおめえ、ねえのかよお前。いやー、いや最近のイメージは今ない、なかったんですよ。おい、待って、なんかうぜえな、ぜーんぶ逆手に取られてるもんな。ガモス、だ黙ってガチグマでいいフォームで行ってもよかったか。けど本来であればさっきの動き感正解だもんな、普通のメジャーなやつだったら。さあ、この前です。さあ、やべえなあ、引っ込めた、引っ込めた。ビビんなお前、逃げんなお前。ほほー、怪獣、怪獣が現れてしまった。怪獣か。え、これ鬼火大丈夫かな。鬼火、あー、オッケーオッケー、当てろよ、当てろよお前、頼むぞマジで、頼むよ。あ、なんでだよ。待ってお前、おい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 、いや、これラムなら、あ、まあラムだねの、これ外しますは違うよ、わけが変わってくる。さあ、テラバね、耐えろよ、じゃあ耐えろよ。ああ、論外。さあ、うちのガチグマはですね、うちのガチグマは致命技持ってないので非常にやばいんですけど、とりあえずケンタロス、そうですよ、大地ないんできついですよね。いやー、まあ、とりあえずいやー、うっとうしいなー。今日フレアドライブでやけど引けばいいか。あー、なんで簡単か。フレアドライブで別に火傷引くだけなんで問題ないですよ。さあ、まずこれは耐えてもらって、で、ここ、フレアドライブで 10% なんでしょ？まあ 10% 引いていいだろう。さあ、どうだ？あ、そんなことはないと。引きてー、めっちゃ引きてー、めっちゃ引きてー、めっちゃ引きてー。まあこれほぼ負けだから、これ引いてみるか。て読まれるよな、明らかに読まれるよな。フライトダイブ、なんでだよ、なんでだよお前、引いてたらお前どうしてたんだよお前。あ、スピナーなんだ。へえ。
あー、ケタグリとか、いやね、ケタグリ、今の概念さ、あの、ケタグリあんの立ち悪いよな。あいつ、なんでもかんでも覚えやがってな。さあ、とりあえず、ブラウム、ハイパーボイスでいっか。あー、アイスピーか。ハイパーボイス、さあどうだ、こうなるんだったら引いてた方が良かったもんな。まあ、結果のっちゃ結果のか。相手が交代読みでアイスピー打ってもおかしくないじゃ、おかしくないから。さあパーもったな。これイーファっすよね。裏のことを考えたらまずこれ火傷のおかげでイーファ耐えるっていうことを前提だとした場合、これ瞑想から入ってもう裏がブラッキーかポリツーで勝てるパターンにかける方がいいと思うんですよ。で、あの瞑想からの真空波、あ、おまた京都スカー来た。裏サフなんかな。瞑想アンコール、瞑想インファ、さすがに2回はインファ足りないか。ここ真空波、さあどうだ。だって真空波で裏残ってるのが誰かだけど、サーフ号とブラッキーとポリツでしょ。で残り1体他ないだっけ、あと1体ないだっけ。そいつだったらきつかったような気がする。サーフね、 OK で照らしたら切る意味あるか。ノーマテラ、地面を消したい、地面消す意味まあないか。え、9コンなら9コンでも勝ってそうな、なんかワンチャンありそうな気がするけど。ないよね、一応、ほんまでいいか、進行派。あ、勝って、硬くね？は、待って、待って、硬くね、お前。なんでそんな勝てんだよ、お前。やめてくれよ、お前。うわぁ、ワンチャン、もクソもなかったか。あーけどなんかマジでちょっとありそうな雰囲気あったな。直帰かな、直、いやけど直帰じゃないんじゃない、真空派だよ、一段階アップしてるとはいえ言うて真空派だよ。あー、まあ結果的にはね、もし裏がポリツーとかだったらって気がするか。さあ、いやけどあのこれはですね、あのパーボットのアンコールですね。いやー、パーモット、パーモットのアンコールはどうなん？アンコール、え、これかなって、あいつ見たときにさ、アンコール警戒しなきゃいけないの？それは違うよな。マイナー酔いだよな、あれ。さあ、あ、ダメ系だと直帰っぽい。あ、ありがとうございます。ダメ系だと直帰っぽいか。直帰か。あー、まあ。ああ、ほっぺすいすりがあるんだったら、あんこ警戒するべきか。ああ、まあそっか、そうなのか。さあ、しんじさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、これはですね、ラッシャが、なんか、セグとガブリアス用らしいんですよ。だからこれ、ラッシャ連れてきたい、直帰プラス H に振ってる。あ、そうなんだ。そう、じゃ、直帰なかったら行ってたって話か。さあ、これは、誰から入ろっかな。
エアーブので積みたくないから、ブリかケンタロスか、この、ね、欲しいよね。こうじゃね、違うかな。これでいきます。ほっぺすいすいですらバグってるのに地面タイプにも効く。ヘビニアミ、ヘビ、え、ひれ、え、パーモットってヘビニアミ覚えるんですか。マジ、へー、やばいっすね。そう、ミミッキュー、ああ、わざとしてね。ああ、わざとしてね。まあまあ、ヘビリアミ。でもそうだよな。そう、ミミ。ミミってさ、どうなんだろう。とりあえず殴るか。ほっといて。トリックか。そんなにパワフルカーブ欲しかったか。そう、マスカじゃねえや、ラスカー。どうだ、これ裏に控えた時のデメリットは、サーフぐらいか。サーフグリーエアームド、いや、まあ引いてきそうな気がするけど殴るか普通に。ラスカー倒せないかな。あ、でけえでけえ。いや、いいなぁ。いや、今シーズン何使おっかなぁ。そろそろ決めなきゃなぁ。ばぁ。あ、ブリが。ブリが来た。最近ドラゴンテール見てねえんだよなぁ。どうしよう。ガモス。今季もまだ直帰カバーが吸ってます。ね、いや、直帰カバーね、良さそうっすよね。いや、いいな、直帰カバー。直帰カバー作ってみようかな、一回。LAB。さあ、どれくらいかだな。直帰カバー真似して、アロ級に当たんげしたら、吹雪当てられて。最悪っすね。いやー強えなー。これ流星群がこれと一緒だもんね。あ、今上がったか関係ないか。朝日座、あー、どうだ。あ、竜の波動なんだ。やめてほしいな。だったらこの前で切る。ああ、意外と入るな。あー、頑丈か。ナムさん的に今一番使いやすいのはどの子。ですね、今現時点だと風船デカヌちゃん、アンコールと研磨とデカハンマーと畑落とす、あいつバカ使いやすかったし、使いやすいで言ったらこのゴリゴリアタッカーの出しても使いやすいし、あのこの間やってたゴチューゼルもいいし、あと誰使ったっけ、あ、アタッカー9個、アタッカー9個よかったな。あれ天才的だったよな。あれすげえなんか感動した。あと誰いるっけ。あとは、待って、これ出したらいいの。あとは、あ、けど、ハマセグレイブも良かったな。ポディ2も強かったね。使いやすかったね。てか、対面構築が多分、すげえ使いやすかったんですよ。
結局。まあ素直に自信打つか。流派どれくらい入るかな。意外と入るの。俺は今シーズンはイエスさんバシャモ。イエスさんバシャモか。やばいね。イエスさんバシャモか。食器カバにしてから即1800、今200に乗ったからなかなか手放せない。まあ結果出してるうちはね、変えなくていいですもんね。え、セグレイン、セグレイン、え、待って、俺の予定とは違う方向に走ってきたんだけど、こいつセグレイン電気手玉か。電気手玉か。ああ、違うか。ラストこれしかないか、普通に投げてきたりとか。まあ、普通に行って、地面か、てか、黙って雪なだいが一番入るか。雪なだい。お、はい。おお、よう来たんだ、お前。雪なだれ。つえよ。さあ、雪なだれ。狂犬。あれ、セグレイブは素早さいくつでしたっけ、種族値。ブリより早いか。ブリより1早いんだっけか。87。シグさんすごいよね。すぐ出てくる。めっちゃ覚えてるよね。まあ、とりあえずこれテラスタル切って、テラスタル切って、ラスカで落ちる。テラスタル切ってラスカで落ちるか。さすがに。自慢では絶対打たねえよ、さすがに。スマイルさんの種族値はある程度暗記して、わ、すごいっすね。まあ多分それが大事なんだろうね、結局、勝つんだったら。さあ。お前、巨剣、あ、今日スマイルさん勝ってるか。スマイルさん勝ってそうっすね。ああ、OK、OK。でけえなー、でけえなー、ラッシュ強え。こういうラッシュってはね、使ってても楽しいんですよね。あくびでちまちまはね、そんなに。そしてこのタイミングの切断は意味あるのかって毎回思うけど、まあまあいいでしょう。23。あ、シグさん、バラ、ソラマメさん、ジジ、ありがとうございます。さあ、いや、でけえなー。自分でスカーフ渡しといて切断は臭い。あ、こいつスカーフ持ってたのか。忘れてたわ。あ、だから上取ってたのか。ああ、スカーフ、あ、だから早いのか。こいつスカーフか。さあ、もうてっきり頭の中パワフルハーブだと思ったもん。いや、てか、ミミッキュ。あれ、さっき誰だっけ、ミミッキュとセグレイブとあと一体誰だったっけ。あれ、誰だっけ、セグレイブ、あ、ブリか。ラスカでブリに引くのはまずかったのかな。さすがに耐えないと思ったのか。さあ、セーナさん、対戦の方、お願いいたします。さあ、これは、どうしよっかな。お、バシャーもいいんじゃん。バシャーも、けど、甘がで積みたくないから、待って、バシャームのバトンで甘がとか行く？それキモいよな。てか、え、ガマスでバシャ見れないかな？さすがに見えないか？きついかな？ラスカの救助機やったんかな。あ、下半身タイガーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、とりあえず
とりあえずガモスから出してみるか。で、ガブリエスはさすがに殴り合うの部が悪いんで、ラッシャーの、最悪無限の可能性あるクマさん持ってくる。違うかな。そう。いやー、ラッシャーなー。こういうラッシャーいいね。あ、ちなみにですね、明日はね、まあ、多分行けると思うんですけど、明日、昼の12時ぐらい目安と、あと夜の8時ぐらいから配信しますので、よかったら来てくれれば助かります。はい。ぐらいかな。あ、で、あとちなみに日曜日はですね、日曜日も配信時間がなんか昼とか午後、夕方とかになりそうです。夜の配信はないです。はい。あ、はい、どっちもポケモンです。さあ、超舞でいいかな。さすがに一回ぐらい耐えるよな、超舞。明日のお昼は一応12時から目安にやろうかなと思ってるんですけど、仕事がちょっと何時に終わるかまだ分かんないんで、まあそれ見てからですね。超舞炎舞だと、炎舞がよく2倍だろ。じゃあこれ今2回打つ方がダメージ入るか。ニズミスでも飛ぶか、さすがにガチグマぐらい。え、これニズミしたら飛ぶかな。こいつ C に振ってないんですよ。もうほぼ HB のガモスなんですよ、これ。さすがに飛ばないかな、ニズミだと。一応安全策で打っといた方がいいか。この前、あー絶妙だな。ブラムで、次は炎舞り。1時半くらいに部活から帰ってくるから、そしたら見にくいね。了解です。それまでにちょっと勝ってれば勝ちたいと思います。さあ、とりあえず炎舞して突破して、てかマジでこいつ上がんねえな。本当に 50% か。さあどうだ。なんだ上がんねえんだよ。下半身体がさ、ハートミありがとうございます。なんか今レベル上がった？違うか。明日バイト休みだから行こうかな。ありがとうございます。さあ、あ、ダンディーなー、どうしようかなー。これ鬼火打っても朝膝打っても意味がほぼ一緒だから、裏に引き継げるって考えれば鬼火から入った方がいいよね。あ、オッケーオッケー、今外したかった。なりーなーこいつやばいよな。自信耐えないかな。でかっ、お前でかっ。それ耐えるんだったらちょっとまあ褒めてつかす。さあ、で朝日だ。さあ爆速で風呂入ってきます。ちょっと粘りたいと思います。はい、自信論外。はい、論外でーす。論外でーす。はーい、始まりました。始まりました。やっぱね、こういうゲームなんですよ。いかに急所を引くか、いかに急所を引かれるか。11時まで、あ、絶対無理です。はい、明日仕事バカ早いんで。土曜日がね、一番仕事早いんでね。あれなんですけど、ラッシャー。さあ、あって、いやけど、これ引きそうだよな。引くのは誰だ。ミミかブリ用で動いた方がいいよな。アマガーはぶっちゃけ、後か何とでもなりそうだから、自信でいいや。お、引かない？お、引かないんだ。引かねえのか。え、じゃあ野田で打っていいのかな。え、じゃあ俺野田で打ちて。絶対お花行った方がいい。厄年。いや、ガモス弱体も俺が厄年。あ、厄年っていつでしたっけ？ 24 歳でしたっけか。あ、今確か俺が、いらねえ急所引いてんじゃねえよ、お前。今引くならもっといいとこで引けよ。あれ、23歳が前役とかだっけか。男は。なんか俺の友達が、同級生の友達がなんか、
お花行ったみたいな。ま、前、前役前役っていうんですか、役年の前の年だからお花行ったみたいに喋ってたんで、多分俺が今、役年の前なんですよ。で、来年が24歳が確か役年だったような気がする。さあ、とりあえずこれ何言っても社会自信に行くか。呪い？マジで言ってんの？マジで言ってんの？試合放棄した？役年って男とそうらしいっすよね。だからどうなのかちょっと分かってないんですけど、いやあまりそういうのそこまで信じてないっちゃ信じてないかあれだけど、ここまで来ればマジで役年なんじゃないかなとも思ってる。さすがにやばい。さあ自信、あウェブタか、ミスターウェブタだな。あ痛み分け、痛み分け、あ、ま、マジでベムタだけど。そう。私と、ああ、よかった、危ねえ。これガチクマ痛み分けされたらワンチャンダディーなと思ったけど。私と弟で、役年2年くらいだった。あ、違ったの。あ、やっ、だよね、男と女多分違うよね。そっかそっかそっか。いやーけど役年か、別になんかなんかあんのかな、なんか役年のタイミングで運悪いことあったから役年だって騒いでる人がいるだけであって、あの嫌なことあったタイミングでみんなが騒げば多分似たようなことになりそうな気がするけどね。確率もそんなにそんなに。さあ33333さあ、ソウさん対戦の方お願いいたします。さあこれ、お、ソラマメさん GG ありがとうございます。さあけど女の人でねポケモンやってるってね、めちゃくちゃそんなにいるイメージないからね、女の人でポケモンやっても嬉しいですよね。さあなんか最近ちょくちょく TikTok のあのライブ配信であの女の VTuber の方がランクマやってるのは長いときますけど、ランクマじゃねえかね、視聴者対戦かな、やってる人はいますけど、あと外人のダブルバトルやってる女性の方のライブがなんかめっちゃじゃないけどたまに流れてくる。ポケモン強い人さん応援打ちはありがとうございますね。いやけどポケモンやってただけでね、全然ねこうやって話せるのでかいよね。さあ待って、ね、センスしよう、やべえわ、巨人多いね。巨人ってどうやって倒すのこのパーティー、きつくね、きつくねこのパーティー、どうやって巨人倒そうとしてんの。まずラッシャー確定、いいラッシャーは確定、いいケンちゃん、ラッシャー。ああ、ミスった！間に合わんかった！間に合わんかった！ああ、まあ、これで意表をつくっていう作戦です。はい。さあ、いや、まずいな。巨人を本気で倒しに行かんけど。そう、あえて。うわ、あえてで一番ゴミ相性引いた。ああ、ラッシャーいねえんだよな。ゴミ相性引いたな。あ、待って、ケタケイの方よかった。ミスった。いやいや、ここで、これまでが計算なんですよ、これ。ここからです。見ててください。マジで勝つからね。負けと思ってるでしょ、冗談だと。たまたまのノリだと思ってるでしょ。しかもマジで勝つからね、ここから。ほらほら、相手が今ここであの、電気テラスしてくるんですよ。ここで電気テラスをしてきて、こっちで地震を打つ。ここまでも読んでる。あ、地面か。まあまあまあ、誤差みたいなもんだよ、そんな。これが最大だってんです。あ、違うな。アイスピ、いや違う、これ、アイスピの方がでかいか。
上取ってる？あ、上取ってる？マジ？あー、まあそう、急所ね。あ、オッケー、津田関係ない、こんなのは余裕。あっね、さあ地震が今150の急所で、75助かり225、震速が80てか素早さかって、いや違うな、225の80だから3分の1は入る。じゃあ震速で落ちるか。震速で落ちそうだよな。まあ落ちるか、収束頼むよ。 OK、 さあまあまあこれで相手の手だったのをこれ解消したんですよ。こうすることによってですね、もう海竜の地震で巨人王を倒すことはできますよ。さあミミッキュね、ミミッキュ、ミミッキュ、そんなのはもうちょちょいのちょいちょいですよ。これはですね、まずどうしようか。これはですね、ぶっちゃけ巨人王がいるんだったらブリをもうちょっと残したい気持ちはある。ぶっちゃけね、ぶっちゃけ。さあどうだ。いや、サフいるんだったらそうだよな。で、裏がクマさん、いやこれ海竜の仕事が多すぎるからちょっとこれ引きてえわ。ちょっとお前引け引け引け。まあ、ここは剣前つまえたら、あ、まあ、運悪かったね、と思う。しゃあない。なに？剣前やだ。あー！くっそー！うわー！うわー！マジーよ！出すか？ん？なんでー？え、ドレパン耐えないかな。おお、シグさん早い。シグさんお帰り。さっきなんかたまたま勝ったよ。確かにこれ持久力一点読みも遅い、遅いだよな。なんすか。あ、ジャリか。なあ、ほっ強っ。マジでいける。ジャレ飛ぶんだよ、こんなに。マジか。マジか。うわー、待ってー。ドレパンが75の150で、ジャレが90の 1.5 ってことはドレパンがなかったのか。ってことはここドレパンかわせば何ら問題ないと。あ、じゃあかわさないか。あぶねえ、あぶねえ。あ、相手今 10% 引いたね。俺見て、今ちゃんと 10% 引いた、見てから。さあこれでバイバイと、これでバイバイ金してさあここからですね。ラスト誰だ。ラオスじゃねえや、ラオスじゃねえや。あのガチグマね、ガチグマ。これはあれ、待って、ケタクにあるよね。あ、ケタクにあるよね。これはちょっとでも入れたいんで真空波でいい、別に。お前もかよ、仲良しじゃねえかお前。いや、わかんない。え、ケタクシでワンパンは無理じゃない。ワンパンは無理だよね、これ。さすがにワンパン無理じゃない、できるもんなの。で、ブラッドムーンゴッカーこいつは耐えんのか。無理だろ。いけんの。どうだ、頼む、耐えて、お願い、お願い、お願い。うわあ、本当にお願い。え、ケタグリって今威力何でした。ケタグリは威力何でした。120、これガチグマってことは240。
瞬速が80、3分の1。うわ、さっきと一緒か。お願い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 、よしよしよしさあ。でけえでけえよ、お前でけえよ。あそこからお前プラットフォーム耐えんのかよ。お前、やばお前、さすが黄色い主人公だな。間違いねえわ。うわー、今の耐えんのか。海竜、やっぱお前が最強だよ。さあ、アシグさん、バラ、ありがとうございます。そして、1000いいね、ありがとうございます。いやー、でけー。でけー。さあ、さあ、さあ、さあ。気持ちいいっすね。ガチで追いつかれる。追いつきます。さあ、いや、連体パ使ってるからね。それで言えば。連体パ使ってるから、あまりあれだけど。やっぱ対面構築だ。今シーズン俺は対面構築を作ります。さあ、安幸さん、対戦の方、お願いいたします。さあ、これはですね、どうしよっかな。これは、マスカが、だるいね。けど、これ、やりやすいっちゃやりやすいような気がする。サフゴって何が強いんですか？サフゴはまずシンプルに特性が強いから、状態異常とか、効かない。基本的には効かない。追加効果で効かない限り効かないし、しかも、その追加効果かわすためとか、あと、塩漬け食らわせないために隠密マントとかもいるのにもかかわらず、スカーフとかチョッキとか、メガネとかいっぱいあるから、型が多すぎて、あいつ見たわけじゃわかんないっていう。あれが、結局それが強いですよね。ブリージャースも海竜も。何してくるかがわかんないが、シンプルに強い。けど、サフは耐久があんまりないからね、そこつけばなんとかなりそうな気はするけど。さあ、これとりあえず、牛から出して、足でだるいな、これ。足できつくな、このパーティー。足できついよな。海竜。ブリ、これでいきます。さあ、シグさんも対面構築作ります。一緒っすね。そこから2勝でサブと並びますけど、ここの2勝がきついのはもう分かってる。とりあえずとりあえずマスターになると当たる相手の順位に結構ムラが出る。いや、本来であればそんなにムラないんですよ。そんなに無駄ないけど、多分今シンプルにやってる人が多くないから、無理やりマッチングさせるために多分離れてるっていうのが今はあると思います。月末になればちょっとずつ近づいてくんじゃないかなって気はしますけど。さあ、どうしようこれ。まあ素直に海竜引くか。ムーホクらいたくねえけど。歌かたくればいいな。あ、オッケーオッケー、でかいっす。ねえ、これ、ムーホー一回は耐えるんで、さすがに、多分。おそらく。あ、急所ね。じゃあ次も急所出します。これは、これそう、地面倒す自身ダメかな。地面倒す自身ダメか。てか、ラッシャーついてくればよかったのブリじゃなくて。あ、いや、今日ブリでよかったか。これでよくない？なんかこれのような気がする。ちょっと今日なんか、思った通りにやった方が勝ててるんで、ちょっと思った通りにやります。そう。多分さすがにここで歌方打ってくるようなチンプレーはしてこないと思うんで、自信と心速で落ちんじゃない。これ絶妙だな。自信が今150で心速80、半分入る。落ちそうだね。
新速。お、引っ込めた？え、誰言う？マスカ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 ？え？どういうこと？マスカに何？マスカに引いたんだ。ケンちゃんに引いて、まあ、ここでケンタス出さないとこいつ仕事ねえじゃねえからな、ほとんど。ケンちゃんに引くか。ここケンタスに引いた時の、あ、トンボ返りで U ターン。あー、まあまあまあ、それならちょっとだるいか。いや、ケンタスじゃない？どうだ？ケンタロス、トリーフ、で、あー、絶妙。絶妙。けど、椅子だったら相手これ耐えないんで。まあ、フレアドライブが安泰か。フレアドライブ。そう。足でかな？あ、オッケーオッケー。え、これ、確認いけない。てか、飛ぶか？ワンチャン。ハチマキだし。さあ、どうだ？マスか。フレードだ。え、耐えないかな？耐えそうだよね。一気にで。頼む、耐えて。オッケー、よし、完璧。しかも、これ、起点にされない。これ、起点にされない。でかい、地味にでかい話、これ。ここで、こだわってるせいで、回遊とか来てたら、ちょっとめんどくさくなってたけど、これで起点にされないっていう。で、こっちはですね、どうしよう。え、これワンチャンブニの方いいよな。能力上がる前に、やっちゃっちゃの方いいよな。あ、オッケーオッケー。早めに照らしたら吐き出させた方いいよな、これ。さあ、はい、皆さん、問題です。海竜の照らしたのは何でしょう。切ってくるよな、多分。さすがに切ってくると思う。このパーティーです。このパーティーの海竜の照らしたのは何ぞやと。地面、いや、ありそう。地面ありそう。地面ありそうだな。いや、俺も地面は嫌だ。地面だけは嫌だ。地面が来ないんだったら俺は今エレビュー打ちたい。いや、てか海竜テラスタで多すぎてクイズになるんだよな。シンプルノーマル、あ、シンプルノーマルじゃ切ってこないかな。まあエレビュー打ちます。なあ、お願い、お願い、地面は嫌だ、地面は嫌だ、頼む、お願いだ、お願いだ、頼む。あー、オッケー、グッチョ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 。え、待って、ノマクラの海竜はさ、ブリに勝てんくね？勝てるもんなのかな？無理じゃない？勝手な偏見だけど、ノマクラ海竜がさ、ブリに勝てっかな。だって、ノマツナってことはもうアタッカーでしょ？ニューマイ。そう。なんか、ブーツっぽいけどね、ラストに出てくんだったら。こっちはステロ巻いてないから気づいてないだけで。ブーツとかありそうな気がするけどな、ラスカ。かけたグリー。は？うわぁ、始まった、始まった。俺も運で勝ってたら仕返しされた。え、これさ、これさ、これさ、ケタグリだよね。どう考えてもケタグリだよね。相手の神速を耐えるっていう前提の動きしかないよね、これ。いや、神速は、うちの海竜も気合で耐えるんですよ。これ。約束しました。耐えるって言ってたから、さっき。
だからおそらく本気で耐えてくれるから、こっちの選択としては耐えるのを信じて結託にしかないよ多分。それが結局最大だったのにそれだもんな。頼む頼む耐えてくれ、頼むお願い、マジマジマジでお願い、耐えてくれお願い、なくっさくっさくっさ、さっきの急所で俺も急所で負けてる、勝ってるからあまり何も言えんけど、今日に関しては急所で勝ってるからあまりあまり攻めきれん部分はあるけど、いやーマジかー、あーあそこだね、あ今日一回耐えてたもんか、結局今の耐えてないから、さっきのエレミの後の俺ラスカ撃ってたしね、あそこで流星群撃ってたらワンチャンあったぐらいで、ラスカを選んでたから結局技的には負けか俺の。さあ、いやーけど惜しかったな。さあ、あこれラストにします、これラストに行きたいと思います。さあラスト勝ちたいな。さあバイオレットさん、対戦の方お願いします。なんだあいつ、なんかいるぞ、下から2番目に。てか久しぶりにドームを見たしね、キューコンと。待って、このパーティーでこの順位、やばくね？バルジーナ、バルジーナ。バルジーナは何してくんの？え、これ、お願いしてるんですよ。リスナーの人には当たんないでって、お願いしてるんで、マジで当たりたくないんですよ、俺も。すげー気まずいんで。すげー気まずいんで。どうしよっかな。バルジーナ毒だっけか。バルジーナ毒だよな。悪飛行。え、毒、毒毒だよね、これ。毒戦法じゃなかった。とりあえず、あ、けどさ、これさ、毒逆手に取ってさ、あ、違うな。海竜。違うかな。これでいきまーす。今のナムさんなら全然マッチングするさ、アセスナイプ絶対やだよ。絶対やめてほしいからね。さすがにさすがに、そこら辺の配信者とか YouTuber の方だったら多分喜んでやってくれるんですけど、シンプルに俺の目標がゴリゴリにランクまで勝つが目標なんで、さすがに当たられるとちょっと気まずいんですよね。さあ、ウェニバル。ウェニバルって、あれ？氷技あるよな、こいつ。氷技あるよな。え？鳥役だっけ？レーパンだっけ？どっちだっけ？取り役か。あ、コーヒー豆さん、こんばんは。これラスト試合です。バラもありがとうございます。これラスト試合でした。さあ、なんとなく出てきたラッシャーが仕事しそう。さあ、取り役。オッケー。あ、シュガーさんもこんばんは。ハートミー、ありがとうございます。これラスト試合です。これラスト試合でございます。始まったばっかりです、これ。今この状況なんで、始まったばっかりです。さあ、とりあえず、ゴリラならどうでもいいや。なだれから入るか。なだれ。さあ、シュガーさん、TikTok ありがとうございます。コーヒー豆さん、GG ありがとうございます。あ、ひねりこう。あ、ひねりこう。へえ。それならそれで別に。なんでひねりだ。なん
で左移動？あ、ソーラービームか。バルジーナあれじゃない？外役キャラじゃなかったっけ？はい、これレンタルパーティーなんですけど、この方の、ラッシャが、ゴリゴリアタッカーなんですよね。ほら。ほら。だからね、うわ、これ楽しそうと思って今使ってるんですけど、ぶっちゃけマジで楽しいです。ソーラービームか？え、これガモスでよくない？ガモス。違うかな。だって絶対ソーダービームでしょ。そう。ああ、オーバーヒット。オーバーヒット。待って、驚愕なんだけど、彼オーバーヒットで戦おうとしてた。マジか。ああ、これはちょっとまずいと言っては過言ではないですね。だから海流でよかったか。そう。バルジーナが一気にだるくなったな。まずいな。どうしよう。もう引くのは目に見えてんだよな。バルジーナいたらぶっちゃけもうほぼ負けに近いんで、バルジーあー、いや、テラスト切っちゃダメかな。いや、切ろう。いや、そう、裏がどうだったらこれ切る意味あるんですよ。裏がどうなのであれば。てか、相手変えてこないの？相手変えてこないのか？え、変えてこないんだったらテラストは切りたくなかったんだけど。絶対交代するだろうとか思って変えたんだ、切ったんだけど。マジで？あー、なんでそれ。変えてくると思ってからやったのに、お前。自信。裏どうかな。ガモスが重かったな。ガモスもうちょっとあいつのことを大切にしてあげればよかった。バルジーナはやだ。バルジーナはやだ。バルジーナはやだ。ここだってウェイニバー出せんくね？出せんのかな？出せんのか。だってさ、これさ、これでよくね？インファ来たとてじゃん。いや、まだスリザインの方いい。まだジーナの方がやだ。あ、はたき。はたき。別にこれはどれもよくって。で、ここは、待って、交代を考えたらなんだ？雪長江か、地震か。まあ地震でいっか。さすがに地震でいっか。地割れか？やめよう、地震にしよう。さあ、インファ来そうな気もするしね。ケタ、ケタ！ブワー！やめろお前それ！地震。はぁ、やばい。やばい。非常にまずい。これ、マジー。お、あ、それは、舐めてる。それは舐めてる。さすがに。さすがに舐めすぎてる。地震。え、待って、待って。彼、ゴーストテラスとか、え、まあ、その時はその時だ。その時のこと考えよう。やめてほしいな、そんなことは。ゴーストテラス、ゴー、いや、結構、マジでゴーストくせえな。マジゴーストくせえ、こいつ。うわ、ぜ、待って。いや、まあ、考えたところで、そしたら負けだからね。まあ、そんなことはないと。おまけなんかないさだよ。これこそおまけなんかないさ、配信速。頼む。OK! よーし！よーし！よーし！勝手に焦らせんの、お前。お前。さあ、交代読みの赤ステップ。交代読みの赤ステップだったんじゃない？多分さっきの。誰だ？え？お前、俺と一緒じゃん。ラストゾロワークなんてお前。え、待って、あのですね、アンコールとかやめてほしいんですけど、アクサムスも。え、耐えて。オッケー！よし！飛ばせ！
やだな、助けはやだな、助けはやだな。まずい。まずい。可能性をなくなった。この時間が一番気まずいの、お前分かってる。草結び。草結びじゃなかったな、直球当てから分かったね。草結びか、まあしゃあないっちゃしゃあないな。いや今日草結び意外と覚えてるからね。いやーラストんとこだったな。あ、また色変わってる。なんでこれ色変わるんだろう最近。そういやーラストだったな。いやけどいやもううーガモスを早々退場させた謎タイミングのあれが悪かった。間違いなくあれだろ。多分、戦術見ても俺が勝てた。けど、交代を俺が下手くそだった。そこだと思う。シンプルに。いやー、可能してなんか3桁に居座ってるぐらいだな。さあ、とりあえず今日はこれで終わりたいと思います。いやけどね、いやこのパーティー、どこ行った？このパーティーも使いやすかった。あ、で、ちなみにですね、明日はですね、最終1位の黒子さんのパーティーをもう作ってきましたので、もうすでに育成してるので、それ明日作って、デンタルパー勝手にまた公開しようと思うので、よかったらそれ見て、使うないらんないしてもらっても結構です。はい。いや、今日最終1位の黒子さんのパーティーで使いにくそうなんだよな、あれ。あれ、だってプレイングありきのやつでしょ。絶対むずいよねって思いますけど、とりあえず明日は、お昼、12時か、1時か、まあ、それぐらいから配信始めたいと思います。で、1回、まあ、また5回負けたら即終了やって、で、1回、間開けて、夜の8時か、配信するみたいな感じで、明日2回配信しますので、よかったら来てください。お待ちしております。1位は12回、まあ、SV は3回らしいですけどね。過去の言ったら、多分、いっぱいある楽しいですから、ね。あ、コーヒー豆さん、ソフトクリーム、ありがとうございます。まあ、とりあえず、今日は、ありがとうございました。では明日もお待ちしております。またねー。バイバーイ。お疲れ様です。あ、しぐさ、はとみ、ありがとうございます。